7月31日、小牧市市民会館でアマチュア演奏家と中部フィルハーモニー交響楽団による合同演奏会が開催されました。この演奏会はアマチュア演奏家とプロのオーケストラ楽団員の交流の場を作り、音楽の促進を図るため開かれています。小牧市と小牧市教育委員会の主催で平成20年に第1回が開催され、今回が2回目です。演奏会のタイトルは真夏の夢のオーケストラ2。2部構成で行われ、第1部では中部フィルハーモニー交響楽団がモーツァルト作曲フィガロの結婚やレスピーギ作曲のローマの噴水など3曲を演奏しました。第2部になるとアマチュア演奏家も参加。楽団員と一緒にムソルグスキー作曲展覧会の絵を演奏しました。この日参加したアマチュア演奏家は13歳から63歳までの21人。プロの楽団員と演奏する機会を得ようと、小牧市以外にも春日井市や名古屋市などからも参加しています。5月に審査会が行われ、その後パート練習や合同練習を計5回重ねてきました。展覧会の絵の演奏が終わると、アンコールとしてもう1曲演奏。アマチュア演奏家と楽団員が奏でる音色に、およそ500人の観客からは大きな拍手が送られていました。会場に訪れた人は、プロとアマチュアが同じ舞台で共感し合って、とても素敵な演奏会だったと話していました。とても楽しかったです。プロならではの重厚な響きとか、そういうのを感じながら演奏することができたので、とても楽しかったです。音のシャワーをざーっと浴びて、本当に心地よい感じですね。本当にそういう感じがしまして、まだそれだけではなくて、やっぱり隣でプロの方が弾かれているのを見て、こういうふうに弾けばいいのかとか、こういうタイミングで出たらいいんだ、こういう音色で弾いたらいいんだなっていうのがすごくよく分かったので、とても勉強になりました。8月22日からの姿勢だよりは、動く姿勢教室の模様をお送りします。